千葉ダイスは葛飾区に本社工場、埼玉県八潮市に主力工場を持つ小型歯車加工に専門特化した工場です。歯車はモーター部品の中に数多く利用され、自動車、OA 機器、家電、医療機器などあらゆる製品の中に必ず利用されている部品です。千葉ダイスでは開発、生産技術、製造、研究を一貫して手掛け、歯車の耐久性向上、騒音低減などにも取り組んでいます。また金型の製造からトライ成形までの工程を最短3日で行うスピードトライにより、堪能期化するメーカー様の緊急品や試作品にも素早く対応しています。それでは千葉ダイスが生み出す特殊ギアの数々をご紹介します。低騒音を目的として開発されたノブシックギア。2つの平歯車の位相を半ピッチずらすことで、従来よりも3デシベルから7デシベルの騒音を低減。高精度、低騒音が要求される OA 機器などに採用され始めています。ご覧のような鼓型ウォームホイールは自動車部品の減速機構に利用されています。通常のヘリカルギアと比べ接触面が広くなるため、強度、耐久性が向上します。ベベルギアはモーター軸の方向を変えるための歯車です。千葉ダイスでは噛み合い率が向上し、低騒音を実現するスパイラルベベルギアを射出成形で製造しています。さらに本社工場の金属加工部門では、これらの歯車と組み合わせられる CD 加工製品や転造ギアなどを製造しています。千葉ダイスでは最先端のニーズに応えるため、プラスチックギアシステム研究所を設立。自社製の試験機により、耐久試験や騒音試験、特殊材料のトライボロジーなど様々な研究を日夜続けています。またご覧のようなモーターの減速機構など、複数の歯車を組み合わせるギアシステムの開発も行っています。金型製作は量産品の品質を決める上で最も重要な工程です。千葉ダイスでは各種工作機械を取り揃え、射出成形金型を自社内で製作しています。金型の設計には CAD スーパー、 CAD シアスなどの CAD CAM システムが使用され、 DXF、IGES などによるデータ取引が可能です。出来上がった製品はコア、キャビなど単品部品での販売、金型の販売、試作品の販売、量産品の販売など、オーダーに応じてきめ細かい対応を行っています。ご覧いただきましたように、千葉ダイスでは様々な分野に製品を提供しています。現代社会を陰で支える精密歯車、千葉ダイスは精密歯車分野で独自の技術を世界に広げ、歯車製品を通じて皆様の生活に貢献いたします。